もうちょっとピントは大取るみたいなもんで次いきます。はい、5番でございます。サブと酒店の晩酌151、今夜も佐渡島から9月の16日金曜日です。さっきも言いましたけど、あさって、まあ、台風がちょっと気になるところですが、あさってはまあ多分、こいっちゃ祭り大丈夫なねえかなと思っております。こいっちゃですわ。なんでチャーつけって言うんだってよう言われたもんですけど、はい、まあ、こいっちゃ祭りの日曜日、それが終わると次の週はいよいよ前田明さんがやってきます。会うのどうなんだろう。十何年ぶりなんだかな。東京へ、行った時に藤波さんの何十周年だかの記念パーティーかなんかの時に、お邪魔した時に前田さんと会うことできまして、その時に名刺をもろて、その名刺をどこやったもんだかっていうことで全然わからんなってしまって、ふと財布の中を見たら財布の中にしっかり入っとったということで、そこでまあ今回のというか毎年の秋にやっとるその愛川体育館でやるプロレスの試合のまあプロモーターが、今年は前田さんを呼びてんだって社のことを言うとったもんですから、ほんだら俺に呼ばせてくれやと、連絡させてくれと言うて、連絡させてもらいまして、まあ OK になったということで非常に楽しみにしております。まあ前田明といえばっていう感じですけど、まあ、前田さんは、まあ、うちらが入った、まあ、1980年より3年早く入ったのかな。まあそんな話はどうでも今ここでするったら名護なんてしまうんで、とにかく、9月の25日土曜日、日曜日か、その前の土曜日にも何か、イベントを考えとるみたいで、どんなことなんだかよう聞いてみるなと思っとるんですが、楽しみにしております。皆さんの佐渡の皆さん、今回どうなんだろうな。去年はコロナの関係で、まあ、大会はやって長野選手来てくれたんですが、基本的にはというか島内の人限定みたいな感じで、お客さんを入れたみたいです。今年は、島内の、 その限定の規制を取っ払ったっていう話も聞いとるので、佐渡以外からも前田さんのファンの方が来るんじゃねえかなと思うとるんですけども、皆さんどんなことになるか楽しみに、僕が一番楽しみなのかな、密かに、楽しみにしております。まあ、25日、皆さん楽しみにしとってくださいということです。あ、そうそう、その時に、試合前の時間帯、だいたい会場は試合始まる1時間前ぐらいから開くと思うんです。会場になると思うんですけど、その頃から、これ去年長野選手が言うて、ちゃんこでもやったらどうですかって言われたと、なるほどなと思って、で、ちゃんこやることになりまして、まだその内容というか、どのチャンクを作ろうかなと、まあ、まだま決まってねえんだけど、とにかく5時から試合開始だったかな、4時かその前ぐらいからぼちぼちとちゃんこ鍋このぐらいの2つぐらい持って、なんとか50人分ぐらいは作って持ってきてえなと考えております。はい、そのちゃんこを、まあ、皆さんなんですか、80年代の同情生は食うとったんだなっていうか、同情生ってわけでもねえか、合同練習の時はそれこそ上の人からみんながうちら同情生が順番に作るちゃんこ番屋と順番に作るそのちゃんこを食べとったんだなというふうに想像しながら食べてもらえるとありがてえなと、そんな感じでちゃんこやります。どうぞご期待くださいということです。はい、以上佐渡伊藤酒店晩酌151です。ちゃんこは未だに先輩方から教わって40何年経つんだけど、未だに食うとうまい。もうそのもの自体がうまい。思い出がどうのこうのじゃなく、そのもの自体がうまい。不思議です。
られん味っつうかな、まあ今でもちょくちょくやっとるわけで、まあ腕を鈍らさんようにというかそんな感じにしておりますが、あそんな今週1回ぐらいは作って練習しとかんなんかなっていう感じです。そんな感じで、試合前にはちゃんこでちょっと皆さんも40年前に逆戻りするような40年前とても若いもんが40年前に逆戻りできんけど、まあまあそんな感じでちゃんこ出しますんでよろしくお願いします。以上佐藤伊藤さんで晩酌151でした。